陰林市は、台湾昇華圏の県活市。旧昇、陰林鎮。周囲のカオル園郷、大村座と、保信号、永世座と、社東京、南投げ県南投げ市と接する。陰林市は、昇華平原の東部に位置し、南投げ県との県境にある、八景大地を除き平原により構成されている。平均海抜は25メートルである。気候は熱帯気候区に属し、 年間平均気温は摂氏23度である。陰林地区の開発は、新代の後期中期に遡ることができる。1683年、水市提督、四郎、陸軍提督万世が台湾を攻撃、停止政権を降伏させると、陰林は、福建省文巡大久市道、宇津湾府諸羅県に帰属した。後期年間には、西予防により、が、岸里で十五勝。 が整備されると、福建省昇州府平和県の総和寺、関東下当たる州陳平ら県の、仙市寺、龍園伊佐尾、呉山林、関東長州府、逃避平避避避避避避、河る県、六王直、長王は、長文明、長皇直、関東京州府陸方県の両文平家、両文居兄弟などがこの地の開拓に携わった。1740年。 ツバメギリホが設けられ外来、周水、傾斜、陰林後、陳平、内湾、白砂港の七章を管轄するようになる。ツバメギリホの外区外に林子外である。下関条約により、日本による統治が開始された台湾では、行政区の改変が続き、1920年には、台中州陰林軍陰林外と改変された。戦後は、 対中系インリンクイン林鎮ンンとなり、1950年に消化系インリン林鎮と解消され現在に至っている。2015年8月8日に、県活市に昇格、インリ林液凶、県所院同盟の地名、ありがとうございます。